朝起きたら娘が鎮座ドープネスになってるのと嫁がエースになってるのどっちが嬉しいですか。トリッキーすぎるでしょう。娘が鎮座ドープネスになってる、嫁がエースになってる、どっちが嫌ですかとかじゃなくて、どっちが嬉しいですか。我慢できないですね、どっちもね。こんばんは。私は1歳9ヶ月の娘がいます。子供嫌いな自分ですが、娘は溺愛しています。イヤイヤ期に入って大変ですが、日々充実しています。呂布さんは子供が生まれてから何か変化はありましたか？そうね、俺も子供嫌いだったけど、自分の子供ができてから世界中の子供が好きになったし、なんなら世界中の大人も子供が大人になったんだな、とか、その親が自分に対して何をしてくれてたのかとか、どう思ってたかみたいなのも、まあ、分かるというか、想像するようになって親に感謝するようになったし、なんなら友達とかも同じようにその親にそういう思いで育てられたんだなみたいな、みんな人の子なんだなっていうのはね、当たり前ですけど思うようになって、みんな人の子だし人の親だし親になるしみたいな風に思うと、結構ね、こう、世界中の人を底上げして少し好きになったというかね、そういう感じはありますね。